はいどうも、ムーンベースカズです。今回はホンダレブルのステップ、ハリケーンフットペグローレットの紹介です。自分が交換を悩んでいる時に全然情報がなくて困ったので、紹介動画を作ってみました。フットペグの詳細や純正ペグとのサイズの違い、実際に使って感じたメリット、デメリットを紹介していきます。それでは行ってみましょう。まずフットペグを交換した理由なんですが、ブーツとの相性ですね。自分はバイクに乗るとき、レッドウィングのアイアンレンジャーを履いています。アイアンレンジャーのソールにはコルクソールとビブラムソール、この2種類があるんですね。自分はグリップ力と耐久性に優れたビブラムソールを履いています。このビブラムソールと純正ステップのゴムのグリップが良すぎてですね、ギアチェンジがしにくかったんです。ソールがステップを滑らないんですね。グッと引っかかる感じ。そのためチェンジペダルの下につま先を入れづらいんですよ。そこでゴムよりも滑りのいいメタル素材に変えることにしました。しかしですね、レブル用のフットペグでメタル素材って少ないんですね。ボードタイプのものはいくつかあるんですが、自分が好みのバータイプ、棒状のものはですね、ハリケーンのフットペグローレット、これぐらいでした。そこでハリケーンのフットペグに変えることにしました。ちなみにローレットというのは金属に細かい凸凹を刻んだ滑り止め加工のことです。こちらがハリケーンフットペグローレットです。素材はアルミ合金の削り出し、表面にはアルミの腐食と摩耗を防ぐブラックアルマイト処理を施しています。かなり光沢のある黒になっています。メタルの質感も高く高級感があります。表面には早めのローレット加工が施されていて滑り止めになっています。取り付け部分はピンで固定するタイプですね。純正みたいにバネはついていません。バネがないんで最初は不安でしたが、バネがなくてもしっかりと安定して問題はなかったです。重さは中抜きされているんで見た目以上に軽いです。サイズはステップの長さが 65mm、 直径が 45mm、 太めの作りになっています。純正との比較はこんな感じですね。長さは純正が 8.5cm、 ハリケーンフットペグが 6.5cm、 ハリケーンの方が純正よりも 2cm 短いです。太さはほぼ同じなんですが、ハリケーンフットペグは円柱形なんで若干高さが出ます。ハリケーンのフットペグは光沢のあるブラックなんですね。この光沢がホンダレブル 250S エディションのマットブラックのカラーと合わないんで、ハリケーンのフットペグもマットブラックに塗装しました。塗装はこちらの朝日ペンの艶消し黒を使いました。塗った色合いはこんな感じ。艶が抑えられて S エディションに合う渋いマットカラーになりました。重厚感が増してかっこいいです。ちなみに8ヶ月使った状態がこれ。それほど剥げていないです。はい、ではステップの交換方法です。ステップの交換は結構簡単で10分ほどあればできます。工具はマイナスドライバーと先の細いペンチがあれば大丈夫です。まずステップの裏側に割りピンがあります。この割りピンの先の棒状部分のところをマイナスドライバーで立てて、ペンチで割りピンをまっすぐ伸ばします。割りピンがまっすぐ伸びたら割りピンの頭、丸いところですね、ここをペンチでつまんで引き抜きます。次にステップの引き抜きです。ステップを揺らしながらピンにかかるテンションを弱めつつ、ピンの頭をつまんで引き抜きます。次にステップを取り外します。最後に逆の手順でハリケーンのステップを取り付けます。ステップの根元の斜めになった面、これを上にしてまずステップをはめ、そしてピンを通します。ピンの先には純正のワッシャーをはめ割りピンを通します。割りピンはマイナスドライバーで先を開き、ペンチでピンの周りに広げてかしめれば完成です。はい、ではハリケーンのフットペグを取り付けた状態のサイズです。まず右足のステップ、右足ステップとブレーキペダルの間隔です。純正が10cm、 ハリケーンが 11.5cm、 ハリケーンの方が 1.5cm ほど広くなります。次に左足ステップ、左足ステップとチェンジペダルの間隔は次の通りです。純正が 11cm、 ハリケーンが 12.5cm、 ハリケーンの方が 1.5cm ほど広くなります。どちらも 1.5cm ほど間隔が広がりますね。はい、では実際に使ってみた感想です。まず前提として私のブーツサイズはレッドウィングのアイアンレンジャーで 27cm、 スニーカーだと 27.5 から 28cm を履いています。そのサイズでのレビューです。まず右足、リアブレーキの操作についてです。ブレーキペダルの位置はかかとの手前、土踏まずでステップを踏んだ場合です。ハリケーンのフットペグの方がブレーキペダルはつま先側に遠くなります。ブレーキペダルは若干遠くなっていますが、操作感では問題ないです。純正同様の感覚でブレーキを操作できます。次に左足、チェンジペダルの操作です。まず、一番改善したかった左足ステップの引っかかり、つま先をスッと外へ滑らせ、チェンジペダルの下に入れる。これがとてもスムーズになりました。ギアチェンジのストレスは解消されましたね。
グリップ力は純正のゴムよりは弱くなっていますが、適度なグリップは残っています。ツルツル滑る感じではないです。このあたりも安心ですね。気になるのはチェンジペダルを上げるときです。土踏まずでステップを踏んだ場合、純正フットペグの時はつま先のステッチ部分にチェンジペダルがきます。一方ハリケーンのフットペグはステッチより前のつま先部分にチェンジペダルが当たります。そのため足の指の先でステップを上げる感じになります。操作はできなくないんですが、ちょっと心もとない感じです。そのため足をちょっと前に出してステップにかかとを乗せて操作するようにしています。こうすると指の根元にペダルが立って操作しやすくなります。もう少しステップとチェンジペダルの間隔を狭くできると操作は快適になりそうです。気をつけたいのは足のサイズが小さい人、純正よりもチェンジペダルが遠くなるんで操作がしづらくなるかもしれません。導入を検討している人はペダルが 1.5 センチ遠くなることをシミュレーションして判断した方が良いです。ということで今回はホンダレベルのステップハリケーンフットペグローレットの紹介でした。皆さんのステップ選びの参考になれば幸いです。ぜひよければチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた、ご安全に。